はいどうもみなさんこんにちはゆきです今回もですねポケモンスカーレッドバイオレットいっていきたいと思います さあというわけで先日ですね DLC 後編に関する最後のトレーラーが公開されて大盛り上がりをね見せておりますけどもあの4分半にわたる動画の中にとんでもない内容量がね含まれておりましたよねで僕自身もですね大興奮で何回も見返してかなり多くの情報を得ることができましたので今後はですねこの判明した新情報であったり考察なんかをですね何本 今回の動画にまとめて紹介していきたいという風に思いますでね今回の動画はその第1弾となるんですけどもまあ、直接的にこのね最終トレーラー動画とは関係がないんですけども公式情報によってもうほぼ明らかになった衝撃情報をね皆さんに紹介していきたいと思いますでこれね何かというとなんとこのポケモン SV の幻ポケモン2体が 判明したと、ね、こういうテーマで今回は皆さんにお話ししていきたいと思いますちなみに今回ね紹介していくこの幻ポケモン2体に関する情報ですけどもリーク情報とかねそういうものは一切含んでおりません、まあ、つまり公式からの情報100%って、まあ、ほぼね判明した情報になりますので、まあ、そういうのがね苦手な方も今回は安心してご視聴いただけると思いますですのでぜひね青の円満が楽しみな皆さんは今回の動画を最後まで見ていただいて皆さん 皆さん自身の考察もねコメントに書いていただければと思います。てなわけで早速ですね今回のテーマを今から深掘りしていきましょうか。 さあでは今回の本題である幻ポケモン2体に関する情報ですけども今ね現在このアカデミーに来ておりますこれなぜかと言いますとこの幻ポケモン2体に関する情報はここでゲットすることができるんですよねなのでちょっとね見ていただきたいんですけどもこちらにですねまあ本がいっぱい並んで図書館みたいになってるんですけどもこここですよこのねちっちゃいポツンと立ってる本棚に話しかけるとですねあこの人じゃないこ,こっち。 はいスカーレットブックというヒーローの本があるという風に出るんですよねこれ未だに気づかなかった方も多いと思うんですけどもこれですよここでねスカーレットブックに書かれているいろいろなページをね読むことができるんですよで今回ね注目するのはこの幻のポケモンイメージに関するページになりますではね早速読んでいきましょうか はいこちら幻のポケモンイメージと題して左のページにねポケモンの絵が描かれておりますで説明欄にはですね観測隊員スケッチ担当が描いた幻のポケモンこれもう幻のポケモンって言い切っちゃってるんですよねでエリアゼロ中層部以降に生息する謎のポケモンたちはあまりに大きく凶暴である彼らのその特徴をベースにエリアゼロに幻のポケモンがいるならどういう見た目かと想像しながら描いたそうだまあ色々ツッコミどころがね ののこの説明文でであるんですけどもま,あまずねちょっと皆さんの感想をね想像してちょっと僕が言うんですけどもこの絵ですよこれ見た人は大半はあっ これスインやんとまあスインのパラドックスポケモンであるうねるみなもじゃないかという風に考える人たちが多いと思うんですけどもこれちょっとよく見ていただきたいんですけどねうねるみなもというのは二足歩行なんですよなのにもかかわらずここに描かれているポケモンは四足歩行になっておりますなのでですねこれがうねるみなもでないことはもう明らかであるということは断言できますよねでちょっと一旦ね説明文の方に戻るんですけども 先ほど言った通り幻のポケモンってがっつり言っちゃってるんですよねでこの幻のポケモンというのはしっかり公式用語なんですよなんでみんながね想像するようなダークライとかねああいうタイプの幻ポケモンそのまんまの部類なんですよねまあちょっとあえてね回りくどい言い方をしたんですけどもまあこれはもう幻ポケモン確定でいいでしょっていうぐらいねもう公式から明らかにね書かれてるんですよねでこの下にですねエリアゼロ中層部以降に生息すると といいううう風にに書かかかれているる思うんですけども、まあ、ここから分かるようにこの幻ポケモンは中層部以降のエリア0に存在しているということがまあ判明していますとで具体的に中層部以降とはどこら辺かといいますとちょうどこの「ポケモン SV」の本編の最後に言った タイムマシーンのところですよねあそこがおそらく中層部だというふうに思われますというのもね最後のトレーラー映像で分かった通りあのタイムマシーンが存在していたエリアよりさらに奥深くに最深部のエリアがあるということがもうねトレーラー映像から判明しておりますなのでこの幻ポケモンが生息している場所はあのタイムマシーンがあった階層よりもさらに下の階にいるということが判明しているんですよね では改めてね幻ポケモンの絵に戻るんですけどもこれ先ほど言った通りウネルミナモではないということは確定しているんですがこれもっとよく見てください、皆さんこれねスイクン、すい君、イコエンテイの純伝説3体が合体してる姿なんですよ。いいや何をバカななと思うかももしれれんですけどもこれね結構 こう前々からささやかれている説でありまして、これをですねめちゃくちゃ分かりやすくまとめてくれてる人がまあツイッターでいらっしゃいましたので、ちょっとねツイートにある画像をねお借りするんですけども、こんな感じでねめちゃくちゃ分かりやすくまとめてくれています。はいいこれね坂と長いそして この部分はスイクンになっておりまして、でこのたてがみですよね、ふさふさの髪の部分は、エンテイ、まあ、どう見てもエンテイの部分なんですよ、そして足とか爪の部分ですよね。あそこは雷光の部分にしっ かりと見えますなので、もう、この幻ポケモンは3体が合体しているポケモンであるということはもう確定と言っていいでしょう。そして、こっちがですね、バイオレットブックに書かれている幻ポケモンの絵になるんですけども、もう明らかにさっきのね、スカーレットブックの幻ポケモンとは違いますよね。なので、もう、ここの時点で幻ポケモンが2体いるということがわかると思うんですよ。そしてね、これね、よく見ていただくと、まあ、これ、ビリジオンじゃないかと。 まあ、あるいはビリジオンのパラドックスポケモンである鉄のイサハじゃないかというふうに考える方がいると思うんですけどもこれまたねよく見ていただくと角の部分見てくださいもう完全にねビリジオンもしくは鉄のイサハではないんですよねまあ、案の定ですねこちらもビリジオンコバルオンそしてテラキオンの3体の純伝説ポケモンがガッ 大した姿となっておりますこれまずはね角そして足の部分ですよこちらはテラキオンになっているんですけどもまあ、おでこの部分であったりとか尻尾の部分はビリジオンなんですよねそして後ろ足の関節部分に生えている毛はもうこれはどう考えてもコバルオンのものになっておりますまあ、ここからわかるように本作の SV のね幻ポケモンというのはまあ、2体いてその2体ともがそれぞれの3体の順 伝説ポケモンの合体系であるということがねもうほぼ判明していると言っていいと思います。 でもう一個ね視聴者の皆さんが疑問に思う点があると思うんですけどもそれが最後の文ですよどういう見た目かと想像しながらスケッチ担当が書いたそうだという文ですよね、まあ、この部分を見ると、まあ、結局これが幻ポケモンであるとは限らないとただ単にスケッチ担当の空想であるに過ぎないという風に考える方がいると思うんですが、まあ、それもね一つの説としてはありと思うんですがちょっとねもう一個 これに大きく関係するページというのがありましてここ「謎の記憶」というページなんですよ。 こここを見るとですねこの本を書いたヘザーという人はですねエリアゼロの最深部で他の人とはぐれている間に全然知らない知識を覚えてそしてそれを本に書いてしまっているんですよねこのように、まあ、ただしこれは目が覚めた時点では自分の筆跡であることは間違いないけどもこれに関する知識は一切覚えていないというふうに書いているんですよなのでこの幻ポケモンの絵に関しても想像しながら書いたというふうに言う 言ってはいるものの先ほどのヘザーのように最深部に行ったみんなは何かしら知らないうちに知識が頭に入ってきているのではないかあるいはこの観測隊員がこの幻ポケモンと出会った時の記憶は残っていないものの姿形だけは頭に残っていたということはもう十分に考えられますよねつまりこれは空想では一切なく実際にこの幻ポケモンを見た謎の記憶から 遡って描いた絵ではないかという可能性が高いと考えられますいやこれを考えたら本当に鳥肌が立つぐらい面白いですよねでここからですねさらに気になるのが劇場版ポケットモンスターの剣なんですよね というののもこの幻ポケモンは後編の青の円盤を進めていくとゲットできるのかあるいは従来のね流れ通り劇場版のポケモンでまあ配布されるのかこの2つで分かれると思うんですけどもやはりね幻ポケモンは劇場版で配布されるというふうに思いますので仮にこの幻ポケモン2体が劇場版に出てくるとするならば今回の劇場版の舞台はエリアゼロであるという可能性が高いですよね。 話し始めるとまるまる動画1本できてしまうぐらい、ね、内容の濃いものになるので今回は省きたいという風に思うんですけどもまあこの古代と未来の幻ポケモンですよねが2体同時に映画に出てくるとなるとめちゃくちゃ面白そうな映画になりそうなのは間違いないですよね。 ということでね、今回紹介してきた幻ポケモン2体についての情報をまとめていくと、まず古代と未来で全く別の幻ポケモンが1体ずつ存在しているというのと、それらはですね、3体の純伝説ポケモンがそれぞれ組み合わさって合 対してできたポケモンではないかということそしてこの生息地についてはエリアゼロの中層以降の最深部にいる可能性が高いということですねいや皆さんはねこれを聞いてどう思いましたかちょっとねこれ本当に皆さんの考察が知りたいのでぜひねコメント欄で書いていただきたいんですけどもまあこの説がまあ濃厚と見るのかあるいはいやいやそれは違うよとまあこうなんじゃないかというようなねまあ反対 意見というか違う説があるのであればぜひね聞かせていただきたいのでコメントでどしどし書いていただけると嬉しいですまあ、僕自身もねこの3体が合体しているという要素に関してはもう大注目していましてまあこれからもね情報をね集めていきますのでもしね最新情報が分かり次第動画でアップしたいと思いますまあ、もちろんねリーク情報を含んでいる場合は動画の冒頭にですねしっかり注意しますのでまぜひねこういう最新情報であ 深い考察情報、ね、興味がある方は今のうちにチャンネル登録をしていただいて最新動画が、ね、すぐチェックできるようにしていただけたらと思いますそして、ね、今回の動画面白いとそしてこの幻ポケモン2体ぜひ欲しいという方は高評価を押して教えていただけると非常に嬉しいですぜひよろしくお願いします というわけでね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。また面白そうな情報があれば、どんどんね、動画にしてアップしていきますので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。 Able to slow down now. I'm always self-destructive. I take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm stoked, got blurry vision. i fall into a trap that I made by myself.